怖すぎる家庭内ストーカー、芸能人から学ぶ夫婦問題。今回は高嶋政伸さんとみおんさんはフジテレビ系のドラマで共演し知り合いました。高嶋さんはみおんさんの演技に感銘を受け、恋愛感情を抱くようになりました。驚くほどスピーディーな展開で、みおんさんは付き合ってから6日目のプロポーズを快諾し、結婚を発表。華やかな披露宴を挙げました。しかし結婚生活は順調には進まず、2年足らずで別居状態。高嶋さんが離婚調停を申し立て、裁判が始まりました。高嶋さんは妻の激しい言動に対する恐怖を証言し、婚姻関係の修復不可能を主張。一方みおんさんは絶対に離婚しないと主張しました。しかし裁判官は婚姻関係の修復は難しいと判断し、離婚を認める判決を下したのでした。2人の離婚を一挙に話題にさせたのは、離婚裁判中の高嶋さんの証言。一部だけ紹介すると、高嶋さんが京都のホテルに泊まっている際、目を開けてみると目の前にみおんさんが立っていたそう。またみおんさんは高嶋さんにキスを強要し、録音してから喧嘩を仕掛けるなど精神的に追い詰める行動が多くあったといいます。失明寸前になるほど殴られたこともあったそうです。夫婦関係に正解はありませんけれども、愛情も度が行き過ぎると圧力だったり恐怖だったり感じさせてしまうことにもなりかねません。